はいみなさんこんにちは村長です今日はトゥーントラック社の EasyBase ーーーについてお話ししていきたいと思います EasyBase ーーーは皆さんどのように使っていられるでしょうか EasyBase ーーーは他のベース音源というのとは少し違いましてですね単にベースのグルーブを言えるというよりも今作っている音源などをうまく使って そして自動的にグルーブを割り出すというのが他のベース音源ソフトとは大きく異なるところですこの使い方をうまくやらないとですねイージーベースを使っている意味をなしません今日はそういうところでちょっと複雑なシャッフルとそしてストレートリズムこれが混ざったような音源を使いまして イージージベースをすごく早くフィニッシュまで持っていくというやり方を皆さんにご紹介したいと思いますまずは音源を聞いてください。 はい、ストレートに変わりましたねはいこのようにイントロの部分はシャッフルしているのにその他のところはストレートになっているまた途中でシャッフルとかも出てきます今ここにスタジオワンでいうアレンジトラックというのを出していますが この D の部分ですね D シャッフルという風になっていますがこのようにシャッフルかどうかをちゃんと記録していますこのアレンジトラックというのは面倒でもこのようにマーカーとして入れるこれは大事なことですのでこれをやってこそより早く作れますまたこのアレンジトラックからはマーカーも抽出できます どういうふうにするかというとこれを選択しますねそして右クリックをしましてアレンジセクションからマーカーを作成というふうにしますとこのようにマーカーがつきますマーカーをつけておくと便利というのは一番上のトラックにこのように出ますので画面を 1080p で使っている方もたくさんおられると思うんですけれども その時に e ージーベースを配置するとですね、この上のマーカーの部分だけが見えるぐらいのサイズになります。ちょっと見てください。これが e ージーベースの画面です。はい。画面の下のスタジオ1のトランスポートですね。このところを見ようとするとですね、このぐらいの位置に配置しないとですね、下げると消えてしまいます。 こういうことがありますのでこのマーカーがあるととても後々便利になりますちょっと閉じておきますそしてこの音楽をどのようにしてイージーベースに持っていくかということですけれども重要なポイントが1にありますこのスタート・エンドのエンドはまあいいんですがスタートを第1小説明の先頭からにすることです 音楽自身は2小節目から始まってるんですけれども絶対ということではないですけれども1小節目から出すとですねイージーベースに持っていった時にも先頭から合わせやすいのでこのように1小節目からにするかもしくはこう2小節目にきっちり合わて置くこのようにしないとですね中途半端なこういう位置に置いておくと 読み込んだ時にズレが生じやすいですので僕の場合は自分ではもう必ず先頭からミックスダウンをするというふうにしますそしてソングからミックスダウンをエキスポートということでこのトラックを出力するようにしていますそしてその出力したデータというのがここにあります ミックスダウンピアの変換用 WAV というのがミックスダウンをしたものです解説動画の時間の都合上もう先に作らせていただいておりますそうしまして EasyBase を立ち上げますそしてタブが5つありますけれどもオーディオトラッカーというところを選択しますそうしまして先ほどのファイルをここにドラッグしますすると分析が始まります そして、ベースオーディオをミディに変えるのか、まあ、ギターオーディオをミディに変えるのか、そこを選択することができます。パーカッションをするというのでは、コード感が出ませんので、こちらを選択します。そうしまして、テンポが間違いなくここで130になっていまして、ダウのテンポも130となっています。今回の音源というのは、 最後まで 130bpm です途中で変わるような時には少しテクニックもいりますが前回動画でですね途中からテンポが変わったり表紙が変わったりする時にもどのようにしたらいいかというのは解説動画を上げていますのでそちらも参考にしてみてくださいそしてここで OK を押しますはいこのようにすると 分析をして MIDI が抽出されました。ちょっとこれでテストに聞いてみましょう。再生ボタンを押します。 今の部分もストレートですね。もう少し後ろまで聞いてください。はい。 このようにですね、シャッフルする部分とストレートの部分がランダムに出現します。それに合ったリズムができるというわけです。Add MIDI Song Track というのを押します。するとこのようにトラックに配置されます。先頭のところに持っていきましょう。このようにできたわけですね。今は勝手に イージーベースがフレーズを作っています。というよりもオーディオから分析してこんなのでどうでしょうかというような形になっているわけですそうしましてここからがとても重要ですので先ほどの意味をなしますマーカーが入れられていますのでこのマーカーに合わせてですねこの1曲分を編集します例えば、 一小節目は空でしたからこの下のトラックもこのようにコードも入っていませんこういう時にこのハサミのツールで切ってしまいますはいこのようにカットができました次にここの部分ですこういう時に DAW の方をクリックしますとこのようにカーソルが移動しますここでまた切ればいいわけですこのようにカットしました 次はここです。ここでもカットします。セクションとそして MIDI データ、これをどちらもカットしていきます。 ちょっともう少し全体を見えるようにしておきます。はい、これでセクション分けができました。全体を見てみましょう。このように刻まれたわけですね。先頭の部分はいらないですので、この部分は削除しておきましょう。 これで一曲分がセクション分けもできたわけです。なぜこんなことをしたのでしょうか。ちょっと先頭のセクションを見てみます。このようになっていますが、ここは先ほどチェックしていましたようにシャッフルで演奏されます。ちゃんとうまく演奏できてるか確認します。ここの3小節目の頭を見てください。ここで、 グリッド分けがですね、16部にします。こうしましたら、この位置が中途半端なところにありますよね。これはシャッフルしているからです。これを16分の1じゃなくて、8分の1の3連にしてみます。わかりますでしょうかこのようにシャッフルが合っています。他のところも見てみましょう。この音ですね。はい。これも、 シャッフルのリズムに相当しています。でも、この11小節目からはシャッフルではありません。ちょっと確認してみましょう。はい、こっからですね。はい、今度はこういうところに入っています。これはシャッフルではありませんので、これを8分の1とか1 16分の1にします。そうしましたら、ここで合うようになっています。 何が言いたいかというと、オーディオトラッカーで分析したものは、ちゃんとシャッフルや、そしてストレートリズムを認識しているということになります。皆さんに見てもらいやすいように、Easy Base ーーーをサブモニターの方に移して、少し大きく見えるようにしました。1080p の画面で見ていると、ちょっと Easy Base ーーーには画面の解像度が 寂しいですね。このようにサブモニターを持っていると大きく見て編集ができるのでとっても便利です。お持ちでない方にはしょうがない話ですが。そしてですね、変換後に話しましたように、この位置のセクション、ちょっと色わかりやすく変えておきますね。このセクションはシャッフルがかかっていて、次のセクション、これはストレートになるわけです。 イージーベースがオーディオから抽出して自動で変えてくれるわけですけれどもやはり自分の好きなフレーズを見つけたいので例えばこのイントロ部分にしましたら MIDI の部分を選択しまして Find で近いグルーブを探しますこのように探して Replace MIDI で置き換えをしますそうしたときに 完全に自分の思うスイングであればいいんですけれども、スイングしていない場合もあります。そういうことをチェックしていく必要があると思います。その時には、グリッドエディターにしましてですね、今選んでいるこの部分ですね、選択をしますと、ここの部分です。はい。この部分をですね、スイングをかけるようにしないといけません。 例えば今16分の1のグリッドになっています。ここでスイングを100%にすると、このように変化しました。皆さん見ましたでしょうか一生説明の終わり、ここですね。この音をよく見ててください。スイングをもう一度戻します。はい。動いているのが見えるでしょうか もちろん他のところもそうです。このようにしてチェックをしていきます。次のセクションに移ってみます。次のセクションというのはここの部分ですね。はい。セクションを選ぶとこのように少し背景がグレーになりますのでよくわかります。この時点で今度は選択をしましてですね、スイングの必要はありませんので、今、 1> 1 16分の1になっていますのでクオンタイズをしっかりするとこれで確認をしていきますその他のところでのスイングの部分をチェックしてみましょう DAW の方の画面に戻りました例えばシャッフルしているところありますねこの28小節からですこれを選ぶと Easy Base ーーーの方では28小節にカーソルが移動します。そしてここでこの部分を選択します。今移動しました。28から5小節ですね。これがこのように少し背景がグレーになっています。こういう時にこれを選択しましてここもスイングですのでこのスイングを 動かしてみて今ほぼちゃんとスイングになっていましたのであまり動きませんでしたがこのようにして一つ一つちゃんとスイングになっているかというのをチェックしますちょっと音を聞いてみましょうイージーベースだけで再生するときはコントロールスペースです はい。リズムがスイングしていました。このようにイージーベースが自動でオーディオからスイングしている部分、そしてストレートにリズムを刻んでいる部分なども全部自動でやってくれるんですけれども、自分がグリッドエディターで編集を加えたとき、そういうような時には、スイングの中だけでグルーブを選ぶとですね、ちょっとバリエーションが少ないとかね、 イージーベースのミディグルーブを別で購入してたくさん持っておられる方などはそこは解決できるかもわからないですけれどもイージーベースをデフォルトのままのミディでやればですねちょっとグルーブが足りない時とかいうのもありますけれども今回やりましたようにスイングを上手に使ってですね後で一発で編集するというのも重要です このやり方でレングスというのも簡単に変えれるようになっています。DAW のミディピアノロールにもそういう機能があるものもありますが、ちょっと見ててくださいね。ここでレングスというのを短くすると、このようにすごく絆だようなミディにできますし、これを長くすると長めの音で構成されます。もちろん、 後ろの音符と出会った時にはこのようにそれ以上は伸びませんここの部分とかですねもう後ろとひっついているからですこのようにレングスを変えたりもできますのでノリをカスタマイズしていくこともできるようになっていますですからこのように利用すればオーディオからほぼリズムのノリは持ってこれますしもちろん音程も ほぼあったように自動生成してくれるわけです。でも、音はチェックしないといけません。ここにコードを検出していますけれども、このコードを検出しているこの部分見てみましょう。G、Bm、G とかなっていますけれども、スタジオ1で指定しているコードはこんな形です。G、AD、A、D、Bm、 とかいうふうに反証せずつ変わっていっています。ですから、音が完全に合っているわけではないということですね。まあ、今はこの部分は合ってると思いますよ。はい、特別問題はなかったと思います。でも、ここで修正を加えていくこともできます。 全くスタジオワンと同じようにですね、G の後ろは A なんですけれども、このようにして A に切り替えると、ここが音がちゃんと変わってくれます。コードに合わせた音程を探してくれます。次はちょっと先に割っておきますね。2小節目の前半は、これは D です。はい。 よーく見ててくださいねここの下のところが自動的に動きますからねはいそして上もここ変わりましたねはいちょっとコントロール Z で戻してみますはい Bm を D に変えるとこの音符見ててくださいねはいこうやって変わってくれますその後は Bm これは合っていますそしてここが G そしてここが A6 イージーベースはオンベースオンベースというのはここですねルート音を変えるという以外はですね3和音で構成するようにできているだけでテンションコードなどは使えませんまあベースという特性上なんですけれども一時イージーベースはテンションコードも できるようにすると言っていましたが、大きな需要がないからかアップデートはされてきていません。テンションコードは使えないということになっていますのでご注意ください。D は合っています。そしてこちら A7 ですので A にします。そしてここは一応なしにしておきます。 セブンスですのでセブンスの音をここでつけてもいいんですけれどもテンションコードがベースで入ってくるとちょっと不安定な響きになりますのでベースは基本ルート音を使う方が無難ですので、えー、そこらのところも留意してくださいこれでコードがスタジオワンとほぼ同じようになったわけですじゃあこれで聞いてみましょう はい。このようになりました、えー。先ほどと今とどうでしたでしょうか。そんなにどちらも悪くないというかですね。正確に入れたわけですからもちろん悪くなってもらったら困るんですけれども、でも先ほど方が良かったら前に戻せばいいですし、自分の好みでやってください。このようにコードを変えたり、そしてベロシティなんかも自由に変えれますので、 ベースにしてはちょっと動きすぎてるという感じもあります。こういう時は選択をしまして、特にこの部分ですね。この辺の部分なんかは、こういうように動きのあるところがありますが、ダイナミクスを合わせるということもできます。合わせてからベロシティをこのように上げる。 こういうことをやりながら調整をしていくといいと思います。僕はこのようにしてオーディオもしくはミリーのデータからミリーを出してくるというのはスタジオワンで新しいインスルメントトラックを作ります。そうしましてコードトラックを下に引っ張ってきます。こんな感じですね。このようにしてイージーベースに持っていけばいいわけです。 スタジオワンの場合は持っていくというのはですね、このイベントから選択をエキスポートということで、ここを MIDI ファイルにしまして、そして書き出して、それを EasyBase ーーーにドラッグドロップしていくということができるようになっています。c u b ー s ーの場合は便利なことに、もうここに出たこの MIDI ですね。 この MIDI を簡単に e a s y b a s にドラッグすることができます。Studio One の MIDI の内部ードというのがちょっと他の DAW より特殊な部分があるからです。ほとんどのプラグインではプラグイン側へドラッグドロップができないものが多いのは Studio One のそういう特性によるものです。まとめますと イージーベースを使うんだけれども、ここにあるグルーブス。これを選択して、これがいいからとやって、こういう風に持ってくると。こういうように最初からやっていっても、もちろんグルーブがないよりも楽です。他のベース専用音源よりもですね、検索の仕方がとっても便利であったりとか、 トゥーントラックにはこのタップトゥーファインドっていうのがありましてですね似通ったグルーブを探したいときはここでこの白い大きなボタンをタップして自分でリズムを打つはいこのようにして書き色の部分を 押すと、今やったものに似たようなグルーブがこのように一発で出てきたりします。もちろん、この基本の機能はとっても優れていて、はい、近いグルーブを出してくれるんですけれども、 ここからスタートするというのでは、Easy b a s もしくは他の Easy シリーズもそうなんですけれども、もったいなすぎます。ですから、DAW から MIDI を引っ張ってきたりとか、オーディオを引っ張ってきたりしてですね、Easy b a s に分析をさせてやると、とっても早くできます。まあ、言ってしまえば、そのままでも使えるほどのグルーブを 作ってくれますので皆さんもイージーベースならではの使い方を研究していただいて素早くですね楽曲が作れるようにそして特にベースを弾いたこともないという方もおられますそういう人にとってはグルーブというのはなかなか思いつきませんですからこのようにイージーベースを上手に使ってですねベースの打ち込みをやっていただくと より楽曲に合ったベースが入れれるんではないでしょうか今日はちょっと話があちこちしましたけれども Easy b a s の良さこれをお話ししましたいつもご視聴ありがとうございます村長スタジオでした